はい、皆さんこんばんは。今回は三重県にあります富士 OGM エクセレントクラブ伊勢大鳥コースのラウンド動画になります。ちょうどねゴルフを始めて間もない頃に一度だけ来たことがあったんですが、覚えてるのは池にめちゃくちゃボールを入れたのと、あとはスタートの時にカメラマンさんが写真を撮ってくれて、それをなんか帰りに買ったっていう、その記憶しかないんですけど、今回で、まあ、2度目のラウンドになりますね。この富士 OGM の伊勢大鳥コースなんですけど、この予約サイトでの評判通り、まあクラブハウスも大きくて高級感があって、まあ天井が高いですね。ね、料金も、もっと高くてもお客さん入りそうだなと思うんですけど、意外と低料金なところも、おすすめです。あと、このコースなんですけど、タイガー・ウッズがラウンドしたっていうことで、有名みたいですね。こんなね、記念の石もコースにあるんで、行ったら、ぜひ探してみてください。ちなみにこの画像は僕が撮ったわけではなくて、ツイッターのフォロワーさんから教えてもらっていただいた画像ですね。気づいたら僕も撮ってたんですけど、全然気づかなかったんで撮れてなかったです。ちなみにその方の情報によると、このコースは風が吹いてない日は少ないらしいんですけども、その少ないラッキーな日に当たった快晴の、ラウンド動画を、ご覧ください。どうぞ。
はい、いかがでしたでしょうか。前半終わって2オーバーです。まあ池にも1回も入れてないですし、まあ上出来ではないかなと思いますね。スタート前にマスター室の前に置いてあるグリーンホークを忘れないように持ってきましょうね。これ無料で配っているので、これを使ってボールマークなんかを直すようにしましょう。まあちょっと最近忙しくて動画をちょっと上げられてないんですけど、頑張って中盤後半もアップしていきますんで、また見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。